Save. Konami Presents.ポイントに到達します。ドローン油圧電圧ともに正常。ペイロードへの酸素供給は正常。ペイロード用防寒装置への電力供給異常なし。ガストなし。現在ドローン切り離し問題なし。いいか、今回はヘイロー効果は無理だ。前回の作戦以来空域の警戒が厳重になった。マーチャスミッションの時のように上空へは近づけない。
よって最新鋭の兵器を使う。スネーク、これはアラン・シェパード並みの栄誉だぞ。これが最後のチャンスだ。愛国心を示せ。失敗すればまた病院のベッドの上で銃殺されるのを待つことになる。どうだ、最新の ICU に入院した感想は。背広の連中に面会時間を教えてやってくれ。昼も夜も質問攻めでは治る傷も治らん。軍上層部の事情聴取だな。尋問だ。奴らによれば俺はザ・ボスの亡命を助けた売国奴らしい。連中には処分する対象が必要なんだ。あんたはその対象に。うん、お互いヒーローにはなり損ねたということだ。俺たちのフォックスも死ぬのか。いや、フォックスはまだ駆られない。今日来たのは、そう、我々フォックスの汚名を返上するためだ。なんだって？状況が変わったんだ。まだ我々が生き残るチャンスはある。何のチャンスが？落ち着け。葉巻でもどうだ？葉花だ。今朝 CIA 長官から呼び出しを受けた。俺たちの処刑時期が決まったが。違う。いいか、よく聞くんだ。昨日ホワイトハウスにある人物から連絡が入った。ジョンソン大統領閣下？ええ、聞こえています。フルシチョフ第一書記。フルシチョフからジョンソン大統領へのホットラインだ。ソ連の最高権力者から。そうだ。数日前に我が国の主力設計局 OKB754 が核兵器で消滅しました。ほぼ同時刻、我が軍の防空レーダーが帰国の軍用機らしい機影を確認しています。覚えはありますかな。そちらへの報復体制を整え、我が軍には現在第二戦備体制が発令されています。そちらの返答次第では直ちに第一戦備体制へ移行、ハルマゲドンの口火を切る命令を下さなければなりません。私はあなたの前任者と共にあのキューバ危機を乗り切った。しかし私の権限も以前ほど強大ではなくなってきています。この危機を乗り越えるにはあなたの真摯な態度が必要です。こちらから連絡すべきでした。1週間前我が軍の兵士がそちらへ亡命したのはご存知ですか？いや、ご存知ない。手引きしたのはグルーの大佐エブゲニー・ボリソビッチ・ボルギン。ボルギン？ブレジネフ派の？続けてください。その兵士とは。第二次大戦下、連合国中の優秀な兵士を集め組織、我々に勝利をもたらした伝説の軍人ザ・ボス。あなたの国ではボエボーだとも言われています。なんとあのボス、特殊部隊の母が。そうです。小型核砲弾を2発。あのザ・ボスが小型核砲弾を。遺憾ながらそちらへの亡命の手土産だったのでしょう。原子戦闘グループ投射システムデイビークロケットは2年前に完成していました。ただ射程精度などに問題が見つかり量産はしたものの実戦配備はしていません。だがソコロフ設計局が丸ごと消滅し汚染された。その件には哀悼の意を表します。でザ・ボスがボルギン大佐の手引きで開発中の核弾頭を2発手土産にして我が国へ亡命した。そして時を同じくして我が軍の極秘研究機関であるソコロフ設計局がその核で破壊されたというのですな。そうです。アメリカ政府は一切関与していないと。そうです。我々は一切関与していません。
ではレーダーに映った軍用機の機影は明らかに領空侵犯です。あなたの命令ではないと。そうです。